私が普段157センチで、まあ、下7号9号で、上がまあ9号で、こちらですね、スタイルさせていただいてて、ちょっと私は、ロングスーツセンスの、だいたい上が9号から下が3号ぐらいまでしてます。ちょっとデコボコで、今日は大人気のマルシャルテルパンツが再入荷だということで、ちょっとマルシャルテルちょっと2というところと、あとこちらのジャケット、昨日皆さんご覧いただきましたか、インスタライブ福岡店のこちらですね、ご紹介アイテムなんですけど、浦和店でもお問い合わせを行ったので、ちょっと今日マルシャルテルのパンツのカジュアルコーデから切れ目までご紹介できたらと思います。では本日もよろしくお願いいたします。ね、メインこちらです。本日こちらです。皆様3色こちらマルシャルテル、多分皆様一度は履いたことがある、あ、見たことある、持ってるって言っていただいた人が、うん、たくさん、あ、ストライプ可愛いです、ありがとうございます、ありがとうございます。こちらですね、去年は多分インディゴのカラーとキャメルとブラック3色あって、ちょっと春らしいカラーのお声をいただいたので、ちょっとこちら登場したのと、ちょっとスニーカーに合わせられる感じですね。爽やかですねって言ってくださって、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。で、私が今着用しているのがブラックになっていて、これ特徴がマルシャルテルですね、トーミーの本当にもう創業の時からこちらですね、皆様お召しいただいていると思います。このゴム楽ちんですよね、履いていて。ここが最初こう履いてるとちょっとゴム感があって、皆さんスウェットっぽいって心配されるんですけど、スニーカー合わせ素敵です、ありがとうございます。ます、これを履いていただくと、ここ見えますかね、この着用していただくと、ここのゴム感がこんな感じでズッキリとなるので、やっぱり皆様トワミー世代の方、お腹周りとかヒップ周り気になる方が多いと思うんですけど、そこをちょっとスッキリ出るデザインになっているので、このゴム感が全く見えない形になってきます。着用していただくと。で、お尻周りもこうですね。ちょっと若干見た目のところがこう大きそうに見えるんですけど、やっぱヒップのところ、女性丸みがあるので、履いていただくと、そこが底上げするちょっと作りになっている、ここのゴムですね。履きやすそうで、うん、いいですね。めっちゃ履きやすいです。なんかスウェットっていうところのイメージより、はい、ありがとうございます。この綺麗めなラインですね。履いていただくとどうでしょう。ちょっとまっすぐしたストレートライン。こちらがそう特徴になっていて、一応クロップの丈になっているんですけど、3色が一応ブラック、グレー、カーキーで、カーキーもご紹介させていただきますね。この色。ちょっと生地感がよ、ちょっとグレーだと反射してしまったんですけど、どうですか。ツヤ感が特徴になってきますね、この生地全体に。ちょっとブラックもそうなんですけど、よりこの軟水カーキでこの質感をちょっと特徴すると、生地感も滑らかなこちらの生地になっているので、これがテンセル、ナイロンとポリウール、お尻の姿も見たいです。あ、ありがとうございます。ちょっと確認のお尻のところで、ここです。こんな感じですかね。そう、すっきりお尻周りとかが、多分ここのもたつきがなくストレートも多分まっすぐ落ちてくるかな、うん、そう、ここが今ちょっとお尻のポイントになっていて、ポケットのところがポケットフェイクになっているので後ろはないんですけど、ここのお尻の位置が1個高く出来上がっているので、ちょっとこのアクセントですね、皆さん目線がやっぱりこのここに行くのが一番ちょっと気になるところが、ここに行くちょっと可愛らしいポイント、私のことも見える、ここですね、チャーム。ちょっと腰の位置がここに皆さん目線が入ることで高く見えたりするんですよ、うん、ありがとうございます。 ありがとうございます。視聴していただいていつもありがとうございます。で、ここのところですね、プロップル、ちょっと使いやすい足首、これから春先でね、冬場の一年中使えるんですけど、タイツとかこう脱ぎ始めたシーズン、スニーカーと合わせて素足を出していただくっていうところで、使いやすいプロップルのと、このロールアップも自然にされているんですけど、そこのところはちょっと足首を細く見える効果につながってます。どうぞどうぞ、ちょっと合わせるっていうのとちょっとまたちょっと違うパンツを履いてるんだけど、こういう風に合わせていただいてもまた可愛いんじゃないかなって、
あ、竹いい感じですね。あ、ありがとうございます。色合わせかわいい、かわいい。うん、色はいいですよね。私も春らしい、春らしいカーテンなので、ちょっと綺麗めと合わせるとまた多分全然違うと思うんですけど、今ちょっとカジュアルでこういう風に合わせていただくと使いやすい色味の3色になっているので、なんか普段黒だけとか、あのちょっとブルーのデニムしか履かない方とかも、ちょっとスニーカー合わせでもちょっと挑戦しやすいお色の、こちらが2色ですね。ブルーのショットカーキの合いますねっていただきます。ありがとうございます。 ありがとうございます。ちょっとこの組み合わせもちょっとやってみたいに感じですね。あ、ありがとうございます。あ、ちょうどいただいてカーキありがとうございます。これちょっとコーディネートのポイント、今日ね、先にきれいめと、はい、あのちょっとカジュアルで、いつもこう逆カジュアルとちょっときれいめ担当だったんですけど、今日はあの逆バージョンからスタートさせていただきます。あ、パーカーもそう、楽ですよ、すごく。パーカーのスタイルと合わせていただくより細めの雰囲気になって、かわいい、すごい履きやすい、うん。じゃあちょっとお時間がまた一気に過ぎていくの、今度きれいめのコーディネートさせていただきますね。あ、どうぞ、はい私も履いてるの、これマルちゃん、同じスリーツのパンツなんですけど、同じウエストの感じがこんな感じで、かなり履きやすいパンツになってます。ちょっと結構お幅感がね、ワイドなんですけど、意外とちょうどいいぐらいのワイドです。これがね、広すぎたりとか、結構バランスが取りたかったんですけど、今すごい合わせやすい感じのお幅感、うん、似合ってます。すごいこういう感じの上にちょっとたっぷりのクローバーとかに合わせていただくとバランスがいいんじゃないかと思います。ちょっと生地感も春とかにすごくいい感じなので、ちょっと早着替えで終わりました。ちょっとカジュアルから、あのパンツの種類で普段皆様この1本のパンツに対すると普段カジュアルになっちゃったり、このちょっとエージョンスタイルしかどっちかしかできないって言って、なんか選ばれるのは結構別々っていう方が多いんですけど、このマルシャルテルのこの万能さは、先ほどのスニーカーで合わせていただいたり、ちょっとやっぱりこちらの春先にお仕事のスタイルで1本欲しいなっていう方でも、ちょっと足元とこちらを変えていただくだけでも印象がちょっとガラッと変わるの。さっきのね、ちょっとカジュアルで、うん、ちょっとお散歩行きたい感じと、またちょっとこのオフィスにこう、うん、キリンな感じのかっこいい感じスタイル、うん、これちょっとグレーで合わせていただいてもまた違うかな、ちょっと爽やかな、うん、全体的にパッケージカラーというか、うん、カラーというか、これもまたね、ここのインしていただいてもいいです。私が今させていただいてるんですけど、この出していただいたスタイルでもマルシャルテルのパンツ、ここから質がタイトすぎないところですね、ここにちょっとゆとりがあって、ただ直線状にこう落ちてくるから、この出していただいてももたっとした質なくて、しなやかにあのお仕事のスタイルとしても全然使っていただけるので、このトップスの長さっていうのは、うん、インしてもあのしなくても使いやすいかなと思います。コメントありがとうございます。こんばんは、遠藤さん、丈はそのままでしょうか。はい、結構深めに今履いてるんですけれど、うん、小柄さんでも安心して、うん、使っていただけるうん、うん、いいくらいの丈になってますね。おーってきますよ。おーって足の綺麗です、うん、スニーカー綺麗、足大きいですけど、すごく綺麗です。あ、遠藤さんもアウターなんか着てみてくださいってお声いただいてますよ。春ですよね、ちょっと。あ、春のちょっと皆さんがコーディネート、あのもうスプリングコートはご用意しましたか。ちょっとね、あの日曜日は暖かかったんですけどね、今日とか風が冷たいから皆様あのちょっとダウンジャケットに戻ってきてしまったんですけど、やっぱちょっと会話であのやっぱ桜のご旅行とか、ちょっとね、ちょっと長崎のハウステンボスに行かれるお客様とか、ちょっと秋のゴールデンウィークっていうお話を今日させていただいて、やっぱりコートっていうのはすごくドアミーのお客様にも皆さん着用していただいてるスタイルなので、ちょっと早めにですね、数が
だいぶ少なくなってきて、ちょっと暖かくなるくらいだともうなくなりつつ全然あると思うので、ちょっとそこは皆さんもちょっと駆け足で週末来ていただけると、うん、かっこいいですよ。あら、なんかちょっと違うものを送っていただいてこれもね、ちょっと本当に風を通さないな、ちょっと雨の日でもいいんじゃないかなっていうフードが取れる感じになってるので、これは取っていただいてもいいですけど、たっぷりちょっとこういうスタイルにしていただければ。ケンさん似合いますよね、なんでも似合いますしちょっときれいめきれいめスタイルだけど、そうでもスニーカーね、合わせてるから合わせて爽やかに中合わせて、今日ね、お客様もすごい気に入ってくださったんですけど、スニーカーも今トワミー一番種類が1年の中ではございまして、私が先ほど履かせていただいているのがマルシャルテルのスニーカーになっていて、こちらがパンサーのスニーカーですね。やっぱり普段あのスニーカー履かないお客様とか基本ヒールばかりのお客様でもちょっと履きやすいスニーカーになって、圧倒的にこう綺麗めのこのラインも合わせていただけるので、ちょっとヒールでお仕事やっぱり疲れてしまうって方でも、あの普通こちらを選んでいただいてもこのきちんと感出るのでオフィススタイルですね、かかとがちょっと上がってるんですが、行っていただいて全然大丈夫です。あ、かっこいい、ありがとうございます。遠藤さんのコート他の色はありますか、パーキーもございます。あ、お持ちしますね、私の色違いもございました。これがかっこいいですよね、張りがあるので、生地もすごいかっこいいので、見てみるか、はい、私も色違い、この逆です。私ちょっと黒着てみます。さっきもすごい明るくて、あ、また全然印象が違う全然ちょっと印象変わっていいと思うんでしょうか、はい、さっきと私たち同じコートって、今色違いのチェンジっていうのが黒からカーキですね、私はあのグリーンからブラックですね、ちょっとかっこいいバージョンなので、このきれいめのスタイルからちょっとカジュアルのところをちょっと今回駆け足でご紹介させていただいたんですけど、ちょっとこのねシーズンで皆さんも多分4月は一番お忙しい時期になると思うんですけど、カーキティーズありがとうございます、うん、シャツも素敵ですね、着回しコーデをねなるべくこちらさせていただければと思います。ご紹介とはみさせていただきますね、雰囲気全然違いました。そうですね、だいぶ変わりますね、うん、こっちも私も今全然違うただあの黒今ご紹介させていただくと、私が履いているパンツなんですけど、やっぱり全体的に黒のコートで皆様応えていただいたとして、ちょっと艶が残っていて暗くならずに、いただきやすいかなとは思います。あ、どちらも素敵って、そうですよね、色この時期アウター迷いますよね、色ですね、皆様このお色も意外とすごく、いいお色です。ちょっとどっちにしようかなって、フードするとまた全然雰囲気変わると思うので、あ、たくさん来てくれてありがたい、ありがとうございます、もちろんでございます。最後に何かございますでしょうか、もう一瞬で過ぎてしまいましたね早いですね、多分皆様ね、やっぱり今春先のコーディネート一番あの多分ご紹介しやすい時期になっていて、あ、春物に行きます、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、全部ご紹介します。メインのこちらのパンツが15,000円になって、でこちらのこちらが税込みで39,600円でございます。こちらパンツが16,600円が税込み17,600円で、こちらの上の羽織っているこちらが税込みで23,800円で、税込みで41,800円。ちょっと値段がね、セレクトなどいろいろちょっと上限もあったりするので、またあの LINE とかあのトワミのインスタとかで見ていただいて、お問い合わせとかも各店受け付けますので、また質問ありましたら、はい、いつでもこちらお待ちしております。あ、ご視聴ありがとうございます、皆様、いい一日をお過ごしくださいね、はい。
では、おやすみなさい。バイバーイ。